はい、どうも、カドヤンでございます。今回はですね、平日最後のね、連動企画になりますが、年間順位決定戦2018、今回最後、ヤンジャン編ですね。ヤンジャンの、まあ、現時点での中間発表と、そしてね、この3ヶ月間の、まあ、その面白かったなと思う作品というところをね、これをまとめてですね、今回はやりたいかなというふうに思います。一応ですね、説明させていただきますと、まあ、この1年間でね、ヤンジャン作品の中で何が一番面白いのかというふうな、のを決める企画でございまして、まあそれはあくまでね、ポイント制でね、ちょっと中身を、まあ順位ごとにね、ポイントをつけていくって感じでね、やらせていただくわけで、まあ1年間の合計点数で、1位とか、そこの順位とかを、まあ、決めるって感じなんで、まあポイントでしかないんですけど、まあそれでもやっぱり、毎週ね、僕が読んでる段階で全部読んで、まあ順位とかつけてる段階なんで、まあやっぱりそれはね、まあ一番面白いと言っても間違いないのかなというふうな感じでね、今回は、まあ毎回そうなんですけどね、他の雑誌でもそうなんですが、そういう風にやらせていただこうかなと思っておりまして、今回の範囲の方がですね、1号から30号の中でね、ちょっとその合計点数の範囲内でやるので、まあまだ中間でしかないんでね、まあ半分ぐらいですかね、それでも半分ぐらいのところしか、ないですし、まあその後で、この期間3ヶ月間というのはね、3月から6月の、その間にね、まあ面白かったと思う作品、まあ新連載とかも含めてね、そこら辺など今回はもうやんじゃのみのそこで絞った段階でですね、やろうかなというふうに思っておりますので、では早速ですね、まあ順位の方から発表していこうかなというふうに思います。まずですね、10位から6位まで、一気にね発表させていただきますと、第10位が、75点で、ブルーフォビア、そして第9位76点で、源くん物語、第8位82点で、陸道、第7位91点で、セブンズ、そして第6位が92点で、夜明け後の地図というね、今回はね、この6位から10位はこういうようなラインナップになりました。行くともですね、8位でしかないですけど、今の段階ではね、まあでもやっぱこっからちょっと面白くなるかなって感覚も僕もあるんでね、まあもちろんね、兵道対、リックっていうのも、まあそれがただただ、この強い2人をぶつけたとかじゃなくて、やっぱ同じような境遇の2人っていうのが、その過去っていうところでね、まあ家庭事情とかを投影させた上でこういった試合を見せてるのは、やっぱそれがね、一応連なってくると面白いかなと思うところもあるんで、今までそういう風なところがこの2人のね第一線ってなかったかなと思うんで、まあここら辺を全面的に出してきたということは、やっぱそのね、それぞれの、過去っていうところも背負って生きてるんだなという風なね、キャラの強い、感情というか、やっぱその前向きさっていうのもね、ひたむきさっていうのもやっぱ伝わってくるんじゃないかと思うところもありますんでね、まだまだこの順位でしかないですけど、僕の中でももしかしたらね、今年1位になる可能性全然あり得るかなと思うんでね、下半期もね、陸道にめちゃくちゃ期待したいかなというふうに思います。そして、5位から1位までね、一気に発表させていただきますと、第5位96点で、ドロケイ、第4位が、118点で、キングダム、第3位が、123点で、東京グーリ、第2位が、127点で、かぐや様は小倉したい、そして第1位が139点で、ゴールデンカムイというね、今のところベスト5は、こういう風な感じになりました。本当1、2、3、4はね、前回もまあ順位はちょっと違ったんですけど、まあこの作品がやっぱ上来るかっていうのはいやちょっとね、強いですねこの作品本当ね、そんだけちょっとね他の作品の差はあるかなっていうところではあるんですけど、でもやっぱその中でも5位に入っているドロケイとかはね、今年始まった中でも僕もめちゃくちゃ注目している作品の一つなんで、いややっぱネタは本当にシリーズはそんなに長くはないですけど、やっぱね、そんだけのネタの数っていう引き出しの多さっていうのをめちゃくちゃ感じるところもありますし、特殊な事件っていうのを出してくる上でね、それをどういう風に解決するのかっていうのを、その解決っていうのも泥棒がすごく生きているところが多いんでね、やっぱそこら辺中心になるのかなっていうところではあるんですけど、でもやっぱ力任せてなんとなく想像できるか、その起点が効いたような、やっぱ演出というか展開が読みたいなら、やっぱドロケイはねそこら辺しっかりしてるかなと思うところもありますんでね、5位はでもだいぶ検討してると思うんでね、シリーズ連載の中でもね、まあポイント云々じゃなくても僕も結構注目してる作品なんで、まあまだ1巻しか出てないですしね、僕もちょっとそろそろね、忘れかけてるから、どんなやったっけと思う感じでね、ドロケイ買おうかなと思ってるんでね、まあ皆さんもぜひともね、まあドロケイ本当にこの順位ではありますがめちゃくちゃ面白いかなと思ってます、ぜひともね、まあ1巻しか出てないですからね、読んでいただきたいかなというふうに思います。
思います。そしてですね、この3ヶ月間で気になった作品をね、いくつか挙げていこうかなと思うんですが、まぁ、ちょっとね今回は、新連載とかが僕はね印象が強かったのかと思うところもあるんで、ちょっと新連載で、面白かったなと思う作品3作品をね、ちょっと挙げさせていただこうかなと思うんですけど、まず1作品がですね、有料少女ファミリアンでございます。まあこれはですね、ジャンルで言えばコメディ漫画ってところがあるんですけど、主人公を含む他のキャラクターほとんど女子高生なんですが、女子高生が、まあタイトルの通りファミレスでね、まあ、そこで行われる会話劇っていうところでね笑いを取っていくっていう、まあ言い回しとかっていうところでね、ちょっとそういったところのみで、笑いを取っていくあたりは、まあ、やっぱ表現に頼らないあたりはね話術っていうところ僕は結構ねしっかりしてるんじゃないかなっていう印象が結構強かったりもしてですね、女子高生らしさっていうのも全面的に出てたりとか、もちろんキャラの濃さっていうのもそれぞれ違いますし、まあやっぱそこら辺でもね、笑いだけじゃなくて友情っていうのも描けてたりとか、もしかしたら恋バナになったりとかっていうのも、まあ結構やっぱり有料少女とか言ってるんですけど、ほとんどの、まあ、キャラクター不良っていう設定なんで、まあまあそこもやっぱりね結構出てくるところもちらほら見えるかなってところで、やっぱり結構いろんな要素あるかなっていうのが僕自身ね結構楽しめる要素が多いかなっていうのが結構ね、僕の中でもハマりかけてる作品の一つかなというふうに思ってるところもありますんでね、こういった作品とかもヤンちゃんはまあまあまあウマルちゃんはありましたけども、まあもっとね、いろんな作品が出てほしいかなっていうところで、まあまあ、ね、過去にないわけじゃないんですが、やっぱこういった作品でなおかつちょっと僕の中でもあなんか来てるかっていう作品だと思うんでね、ちょっとね皆さんにもね、注目していただきたいかなというふうに思います。そして2作品目がですね、魔風が吹くでございます。魔風って言われると思うんですけども、まあこれもジャンル的にはねバイオレンス系、まあ裏社会とかそういった感じの漫画ですね、僕自身もまあそういった感じの、ジャンルっていうのはまあ結構好んでね読んでる作品っていうところではあるんですけど、ストーリーの方を説明させていただくとですね、主人公がちょっとね悪事に手を染めてしまって、まあ本当半ば強制的にやらされたってところはあったんですけど、そっからですね、その被害者遺族の復讐っていうところに巻き込まれて、でまあ復讐っていうのが巻き込まれるんですけど、まあ自分は、こんなに加担してないというか、まあただただ手伝わされただけやっていう風な、まあそういった葛藤などから、まあ窮地に追い詰められるんですけど、そういったところをねどういう風に打開するのかっていうのは、そういったまあストーリーになってるんで、基本はやっぱりねストーリー性重視の作品かなという風な感じにも僕自身感じるところもありますし、かっこいいってわけでもなく正義ってわけでもないけど、でもなんとなくですね、主人公の気持ちもわからなくもないみたいな感覚にさせられるのは、まあなんかこのキャラ設定とかそういう風な視点を向けさせるのはシンプルにうまいかなと思うところもありますしね、皆さんにもまあまだまだヤンジャンでは、出たばっかりところなんで、まあ本当に途中で読んでもねなんとなくわからないこともないと思うんでね、気になった方はぜひともねヤンジャンの方で読んでいただきたいかなというふうに思います。そして、最後の新連載の作品3作品目がですね、グッドジョブでございます。こちらはですねサラリーマン金太郎の作者の方の、その作、まあ、作者の方のね新連載というところで、実際サラリーマン金太郎もまあヤンジャンでやってたんで、まあそういったところでもね、結構僕も少しサラリーマン聞いたら、まあドラマは結構読んで見てましたし、まあちょっとね原作の方も少し読ませていただいたんで、やっぱね結構ね面白かった作品かなと思うところもあったんで、やっぱこういった作品がね、この作者の方が読み戻ってきたのはまあ素直に本当喜ばしいことかなというふうに思っているところもあるんですけど、作品の方ねちょっと説明させていただきたいんですが、ちょっとね現在の展開的に言うとですね、なんか本当シリーズ的なことがすごくね短く、いろいろ変わっていくところがあるんで、ちょっとねあらすじの方、僕調べたらどこかでちょっと説明させていただきますと、簡単に言うと職業オムニバスストーリーといってですね、まあ、職業ごとに、まあ、結構ね転職していくっていうのがこの作品のね、主体になってるらしくてですね、でも、ね、もともとニーソも冴えないような男ではあるし、まあ今の段階でもそんなにね、まあ本当エリート街道まっしぐらって感じの、キャラクターでもないんですけど、やっぱ叩き上げっていうところですかね、そういう風に地道に頑張っていく姿を見せて、まあ、そういう風な、やっぱすごくかっこいいキャラクターを描くっていうのは、やっぱそれも本当ね、やっぱ別にどういう風なめちゃくちゃエリートキャラを見せるわけでもなくね、めちゃくちゃイケメンを見せるわけでもないけど、やっぱその男から、まあ、見せる、本当強い信念とか、まあそういったところは
ね、僕は結構惹かれるところは多かったなと思うんでね。まあでもサラリーマン金太郎に比べればね、人相はだいぶね、落ちてるところはあるんですけど、でもやっぱそれからは考えられないぐらいの主人公の意外性の強さというか、そういったところでも結構ね、面白いかなというところもありましたんでね。次も本当どうなのか全然わからない段階なんでね、まあ僕ももちろんね、ジャンジャンの方で楽しむのかなと思いつつ、まあサラリーマン金太郎など、まあ元宮先生っていうんですかね、元宮先生の、まあ好きな方は、ファンの方はですね、ぜひともね、ちょっとね、目を通していただけたらなというふうに思います。ということでね、平日の連動企画は、今回でね、最後というふうな感じになりましたので、まあ本当僕のね、個人的な感覚でしかないような企画なんで、まあどうなんですかね、まあその作品を知っていただくっていうのは、その機会としてはちょっと設けたのかなと思うところもあるんで、まあそれだけでも全然十分ですかね。まあ勝手に僕はファミトをやってるんで、あんまり、鵜呑み していただかなくても全然構わないんでね、もう本当作品だけを目通していただいてですね、ポイント高い作品やったら、まあ面白いやなと思うだけでもね、僕自身はね、そういう風な感覚になって、漫画を読んでいただければ、まあそれでも全然ね、幸いなことかなというふうに思っておりますのでね、結局は雑誌は雑誌でね、まあ本当単体もそうですけど、まあ雑誌の中で、漫画をまあ進めたいっていうか、まあ雑誌を読んでほしいという風な感覚でね、やってるのは間違いないんでね、そういった感じで、まあ今後ももちろんね、雑誌を通してやるのはもう、まあそれは無論なんですけども、やっぱ、単独でもね、どんどんね、いろんな形で、漫画を紹介していこうかなというふうには思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。